ボリス・ビクトロビチ・サビンコフ1925年5月7日は、ロシアの革命家、政治家、作家、社会革命党の武装部門である、社会革命党戦闘団の指導者の一人で、帝政ロシア用人の暗殺に関与した。革命運動の傍ら、小説家としても活躍し、ビールオプシンの筆名で、革命家たちの内面を書いた、種々の作品を残した。 ロシア革命後成立した臨時政府で陸軍次官。ボリシェビキの権力掌握後は反ボリシェビキ運動の党首として最後まで戦った。1879年1月19日、ロシア帝国領であったウクライナのハリコフに貴族の子息として生まれる。父ビクトルはポーランド王国の首都ワルシャワで裁判官をした人物。母は有名な作家であった。 1897年サンクトペテルブルク大学法学部に入学するが学生暴動に参加したため1899年退学処分となるその後ドイツに渡りベルリンハイデルベルクで学ぶ1898年以降マルクス主義に熱中し様々な組織に参加した1900年にはビクトルチェルノフラと面識を持つようになり以前に批判していた 人民の意思のテロリズムに傾倒することとなる。1901年ロシア国内でロシア社会民主労働党の系列団体に参加したが当局によって逮捕される。逮捕後、ボログダに流刑となる。同時に流刑中のニコライベルジャー F、アナトリール・ルナチャルスキーラと知り合い知識を得た。しかし、サビンコフは次第にマルクス主義に失望するようになり、 同様に流刑となっていた女性革命家のブレシコ・ブレシコフスカヤから強い影響を受け社会革命党の立場に転向する。1903年外国逃亡に成功し、正式に社会革命党に入党。また、SL 代表であったグリゴリー・ゲルシューに逮捕後、社会革命党戦闘団に参加し、戦闘業務を掌握するエブノアセフの下で代理となった。 1905年ジュネーブにわたる。この時期、SL 党中央委員に選出される。また、ゲオルギー・ガポン神父と知り合う。サビンコフは、戦闘団が使用する拳銃を購入し、ベルギー人と偽る旅券を入手して、ロシアに帰国した。第一次ロシア革命後、ニコライ2世は10月少々発布し、反政府勢力に情報していたが、これに対して、SL は、 党中央委員会拡大会議を開催し、戦術問題の討議に入る。党内世論は、テロの集結を支持するが、サビンコフはこれにこうして、テロ戦術の継続を主張した。1905年から1906年にかけてする第1回党大会が開催されると、戦闘団代表として、党大会に参加し、党を社会主義思想の普及に従事する部門とテロを、 担当する組織に分担することを主張した。党大会後、アゼフと共に戦闘団再建に着手するが、内務大臣、ビャチェスラフ・プレーベ、モスクワ総督、セルゲイ大公の暗殺事件後、セバストポリで逮捕される。裁判直前に逃亡に成功、欠席裁判のまま、死刑判決を受ける。1908年アゼフがスパイであることが発覚。サビンコフは、 戦闘団の指導者となり、首相として革命派に対する徹底的な弾圧で知られたストルイピンの暗殺やテロ遊撃隊の結成を計画するが、これは成功しなかった。第二回党大会で戦闘団代表を辞任し、その後、パリに移る。以後もニコライ2世の暗殺計画を準備するがミスに終わった。1 9十四年第一次世界大戦が勃発すると、 義勇兵としてフランス軍に志願した。大戦中、サビムコフは愛国主義の立場を取るようになり、1917年2月革命でニコライ2世が退位し、ロマノフ王朝が崩壊、臨時政府が樹立された法に接し、大きな喜びを得た。同年4月、チェルノフラと共にロシアに帰国して、第8軍南西戦線コミッサールとして臨時政府に参加。 同年7月陸海軍大臣、アレクサンドル・ケレンスキーのもとで陸軍次官に就任した。その後、ケレンスキーが首相に就任すると、ラブル・コルニーロフ将軍を最高総司令官にするように要請している。同年9月コルニーロフ将軍が反乱を起こすが、サビンコフは関与が取り沙汰された。サビンコフは反乱事件直後、ペトログラード臨時総督に就任するが、 結局、臨時政府の一切の役職から解任され、SL を除名された。1917年10月霊人率いるボリシェビッキが武装放棄して10月革命が起こる。サビンコフは、東急の包囲網の突破を試みた。その後、プスコフに逃れたケレンスキーと合流し、ペトログラード奪還を試みたが失敗に終わった。12月末に、自由、祖国用語同盟を結成し、 モスクワに潜伏しながら、ソビエト政権打倒を進める。サビンコフは、レーニンとトロツキーの暗殺計画やヤロセラブリ、ルイビンスク、ムルマンスクでの武装放棄を企てたが失敗した。国内戦が勃発すると、シロマ守る軍に一兵卒として入隊する。ついで、フランスに戻り、そこで、彼は、ロシアの亡命者協会の役職に就くととともに、アレクサンドル・コルチャーク提督の、 外交施設団長としてヨーロッパ各国に派遣され、コルチャーク軍に対する西欧各国の援助を要請した。第一次世界大戦が終結し、パリ講和会議が開催されると、サビンコフはジョルジュ・クレマンソーフス首相、ロイド・ジョージエ首相などと会談を持っている。1920年ポーランド・ソビエト戦争が勃発すると、サビンコフは赤軍を撃退すべく、 ポーランドへ赴いた。ポーランドでは、赤軍の捕虜を中心に、不評連隊と騎兵隊部隊を編成した。また、政治的な反響活動も展開し、ワルシャワで自由のために紙を創刊して、ソビエト政権を攻撃した。1921年ポーランドとソビエト政権は、講和条約を結んだため、ポーランド当局によって、国外退去処分となった。 パリに戻ったサビンコフは亡命先で反ソビエト活動を継続した。パリではイギリス軍情報部と共に反革命運動に熱中したが、1924年8月、ソビエト政府の陰謀によってソ連領ミンスクに反ソ組織との会合のため出向いたところをチェキストにより逮捕された。8月末に裁判で死刑判決を受けたが、裁判中に ソビエト政権の承認を表明し、禁錮10年に減刑された。サビンコフは、モスクワのルビアンカ刑務所に収監された。1925年5月7日自殺した。46歳。ソビエト政権の公式見解によれば、5階の捜査官執務室の窓から、当身自殺したと発表された。しかし、その自殺は、極めて疑わしく、階段から、 わざと転落させられたとも言われるし、アレクサンドル・ソルジェニー・チンによれば、サビンコフはヘロイン中毒にされたとも言われる。サビンコフは、ビール・オプシン・ブイ・ロプシンの筆明で、いくつかの小説を執筆した。1909年、ロシア思想史に発表された、青ざめた馬は、社会革命党戦闘団の空虚な内面を描いて、センセーションを巻き起こした。その後も1912年、 存在しなかったこと、1923年、黒馬を見たり、1928年、一テロリストの回想など、自身を含めた革命家の行動と内面を鋭く描写した作品を発表した。ビーロープシンとして、ボリス・サビンコフとして、ありがとうございます。